ジャンプのことです。まあ、ワシントン DC に、今日も来てます。今、時間がですね、こちら現地は朝の7時、18日の月曜日ですね。日本は、19日の火曜日。時間がですね、日本は今、夜中の12時3分で、ここワシントン DC が朝の10時3分というところですね。今日は昨日と違って人がかなり少ないって感じですね。まあこんな感じで、人が結構少ないって感じです。まあカメラマンの方とか、あとおまわりさんもなんか寒いので車の中に入っちゃったって感じです。こちらにはおまわりさんが一人いらっしゃいます。あとは車の中って感じです。まあ向こうにね、遠くにモニュメントとホワイトハウスが見えるらしいんですけど、なんか木の陰に隠れて見えないっていうやつですね。まあちなみに私も映るのかな。こんな感じなんですけど。めっちゃ寒いっす。摂氏何度ぐらいかな。まあ、色とりどりの旗が立ってます。ちょっと何度ぐらいか聞いてみます。ワシントン DC は摂氏何度ですか。今6度ですね。摂氏6度。ちょっと寒いなって感じします、ね。こういう感じでね、旗めいてます。まあ現在のところはこう、やっぱり静かっていう感じがしますね。まあやっぱり時々こういう感じで人々が集まってきます。板で囲われてますね。こう上の方は大丈夫なの。下の方はもう全部建物囲まれてるっていうか、
サロと申します。テレビの他もこういう感じでね、時々来ては去り、来ては去り、来ては去りって感じです、ね。まあ、リポートしてる人たちもいますね。